ご視聴ありがとうございます。毎週水曜日恒例のコメント紹介です。1週間のご無沙汰でした。いかがお過ごしでしょうか。東京地方現在は10度で曇りですが、このあとまた明日の朝にかけて雨が降るでしょうということで、先ほども雨が降っていたようで一時今止んでいるんですが、また降り出すということで、気温の方もあまり上がらず、明日の朝にかけても10度以下の、寒い気温が続くでしょうという予報が出ております。まあこのところ数日すっかり寒い、冬の日が続いていて、前夏、ついこの間まで真夏日とかがあったんですけれども、それに対して冬日、真冬日っていうのかなと思ったら、調べてみると冬日というのはもっともっと寒い、そして真冬日というのはもっともっと寒くて、信じられないぐらいところまで行かないとその言葉は使えないようですので、今のこの寒さぐらいは普通の冬だなっていう、寒い冬ぐらいの程度で、やはりその真夏日って多かったんですけど、真冬日の方は割と少ないんでしょうか。まあ東京だからかもしれませんけれども、まあ10度下がったぐらいでこんな寒いようでは、まあ風が冷たかったりもあるんですけれども、ちょっとまあ自分の感覚がちょっと不安だなというような気もしています。まあ早速この時期ちょっと早いんですが、電気毛布使い始めました。でなんか最近ではエアコンよりももっと早く、まあ、暑くなる、暖かくなるという非常に今手軽でお安い、暖房装置が売り出されたというニュース、まあこれ夏もあのエアコンよりも早く涼しくなるっていう商品が一生懸命宣伝されていたように、その裏返しで今エアコンよりも早くて手軽に暖かくなるという装置が売り出されているようなんですけれども、まあどうでしょうか。買ってみて、大抵私はこういうのを買ってみると音がうるさかったりして朗読には全く使えないので、電気毛布一本やりで、まあ、あとは寝袋に入ったりして朗読してますけれども、まあ空気を汚さないので電気毛布は大変ありがたいし、まあ、何より静かなのがいいですね。これは絶対に必要なことなんで、エアコンはちょっと冬は全く使わないようにしています。というような昨今ですけれども、まあ今日雨が降っているということで、今日選びました俳句は小林一茶の俳句で、初しぐれ夕飯買いに出たりけり、あるいは夕飯買いに出たりけりでしょうか。これいくつか解説を探そうとしたんですが、なかなかこの、ま、解説が出てこなくてですね、ま、解説するほど難しい句でもないし、本当に分かりやすい、ただこれ夕飯なのか夕飯なのかが気になるということで、それを除けば買いに出たりけりという、本当にこの日常の分かりやすい、何の問題点もない、全くこれ今の人が作ったと言っても、まあ、疑わないぐらい単純で分かりやすい明快な句なんですけれども、初しぐれ夕飯買いに出たりけりで、ちょっと非常に気になるのがですね、というか私がこの句をまあ取り上げるということの意味はですね、前にこれは11月15日に挙げた俳句の中に、ネギ凍て枯れ木の中を顧りけりという与謝蕪村の句がありましたけれども、それに対してこちらは夕飯買いに出たりけり小林一茶ということで、この2人の江戸時代の人がですね、ネギを買いに行ったり、この人は夕飯を買いに行ったりするという、この買うという行為がいかにもですね現代的で、すでにもうこの頃金銭経済とか都市生活ですね、要するに自分たちで生産しないで何かをお金でもって買いに行くというくらいですから、その買いに行く場所も特定されてあったわけですね。自宅と別にそういう販売所があるという状態がですね、まあ、田舎のネギを隣の家から作っているのをもらったとかそういうんでなくて、まあ、商人から買うという、まあ、経済がそのくらい発達していて、
今とほぼ変わらないような、もちろん違うと思うんですけれども、なんとなくこの小林一茶の夕飯を買いに出たという、この夕飯という言い方がですね、まあこれ私の邪推かもしれないんです、妄想かもしれないんですが、なんとなく、まあ、エコバッグと財布を持って夕飯弁当を買ってきたみたいな、そんな感じのこの買うっていうこと、それからこの夕飯っていう言い方もそうですね、向こうはネギを買うっていう材料を買ってきた感じなんですけども、こちらはなんとなく、まあ私思いすぎてるかもしれないですけれども、夕飯セットというのがあって、それを買いに行って買ってきたみたいな、そしたらちょうど雨が降ってきたよみたいな、本当にまあ現代私自身のですね、日常に重なるという不思議な親近感と、案外今と変わらない消費生活がですね、すでにこの頃始まっていた、行き渡っていたというところが非常に心惹かれるところですね。というわけで、まあ、今日の一句は初しぐれ、夕飯買いに出たりけり、小林一茶の俳句をピックアップしてみました。まあ、分かりやすい、そして理解しやすい、現代にも通じるということは非常にまあありがたく面白いことですね。そんな一句を選んでみました。そして昨今の、まあ、ニュース状況はですね、相変わらず離婚問題が引きずっていたり、まあ、歌劇団のことがあったり、まあ、芸能のパワハラ問題があったり引きずっていたりしますけれども、私がちょっと最近って思ったニュース一つ挙げるとですね、これ本当に小さいことで、こんなこと言うコメンテーターいないかなと思うんですけれども、なんか中学生のミスコンっていうニュースがあってですね、それがほんのちょっと一行ぐらいなんですけれども、すごくそれが嫌になりましてですね、まあこれもこんなこと言うとまたどっかからお叱りが来るかもなんですけれども、中学生が何やってんのっていう、中学生に何さらすのっていう、ミスコン冗談じゃない、やめてくれよ、もう中学生は自由にそんな自分の生まれた時の美醜とかそういうの気にしないで、のびのび遊んでればいいじゃないって思うんですけれども、どうでしょうか。ああおじさんたちがですね、いやらしいおじさんとかですね、まあ、お金目当てにその可愛い子を発掘するためかなんか知りませんけど、中学生ですよ、しかもミスコン、まあ生物の本能としてですね、子孫繁栄のためには美しいっていうことは大事かもしれないし、そのことによって多くの、まあ、お金が動いたり、まあ、一生を守ってくれる力のあるお相手を探すのに必要なアイテムかもしれませんけれども、まあ、あるいは自己実現をするためのですね、まあ、美しい女優になって活躍したいとか、そういうのはあるかもしれないですけれども、中学生はやめましょうよ。そんでなくてもこのところそういうなんていうの、まあ、ロリコンじゃないけれども、若い人にそういうなんか個性的なものを求めたりですね、でも中学生は勘弁してくださいよ。まあ、18区と言わず、まあ、女子大生ぐらいになって、まあ、化粧をしたり髪型を気にしたりするのは、まあ年頃の子としてしょうがないかなと思いますけど、中学生はやめましょうよ。中学生はその自分が綺麗とか、まあそういうの気になるかもしれないけども、もっと部活とかいろいろあるでしょう。もっと自分の趣味とか勉強とか頑張りなさいよ。そんな親からもらった美しいとか自分が思った絵、こんな日本一になっちゃったらその人の将来どうなりますか。もう冗談じゃないです、やめてくださいよ。一人一人、まあ、美の意識は違うし、別に容姿が美しいからといって中身が素晴らしいというわけでもないんですから、ちょっとね、もうちょっと違うことあるでしょう。まあ、腕相撲を日本一で決めて、そのために毎日体を鍛えたりするのはいいかもしれないですけど、まあでもそれも中学生はやめましょうよ。体が出来上がって日本一のボクサーになるとか、日本一の相撲取りになるとかで、
毎日寝食を忘れて一生懸命自分と戦ってその能力を伸ばしていくみたいなことならいいですけれども、あんまりその美しいとかそういうのはちょっとやめましょうよ。おそらくそういうことが非常に経済効果があったりするかもしれないですけどね。もうこの中学生ミスコン、この2つはやめてほしいです。もう気持ち悪いです。日本どうなるのかと思います。まあ、ミスコンにも反対ですし中学生にも反対ですというようなことがすごくなんか今嫌なニュースとして心に残っています。まあそのことに限らず、やっぱりそのまあこれ今までも何か言いましたけれども、一芸に秀でたからといってまあ持ち上げたりすると本人が勘違いしてしまいますので、勘違いしてなんか今問題になってる人かなりいますよね。いろんなところで、芸能界でもスポーツ界でも、やっぱりね、そのこれは何でしょうね、みんな全てお金に関わってくるからかな。とにかくその持ち上げてチヤホヤすると経済効果は限りなくあるかもしれませんけれども、そういうの人をダメにしちゃいますから、ちょっとやめていただきたいと思います。ということで、まあ、昨今の日常について思うところを言ってみました。以上、枕でございました。それではこの後はいつものコーナーに突入します。まずはベスト10から7つのチャンネルのうち、メインである DD 朗読園のチャンネルのベスト10からです。このベスト10というのはミスコンと違いますからね、この順位の意味が。はい、まず第10位は野村鼓動作銭形平次取り物控え見逃し配信48、破行タイトル仏像の膝仏敵懐鏡の回。9位、同じく銭形平次見逃しの56、欄干の死骸若様の死若党の恋ということで、らから和行ということで、この見逃しシリーズのほぼ最終に近い回ですね。重音としては最終回です。7位、池田大輔見逃し配信の8、三冠の2、雪の足跡文殊の鏡長屋の秘密の回。そして6位が見逃し銭形平次の方で57回、遺書の罪籠の行方更新横丁という、あから家業ですが、回としては57回ですので実質の最終回ですね、周囲の回です。そして5位が銭形平次の、これは美少年国という、これも長い長いシリーズの全文一挙まとめの回です。それから第4位が、同じく銭形平次見逃しの51で水ごり娘の役目もぐさ園の娘の回。そして3位が池田大輔の見逃しで、1巻の2嫁の罪娘とエズメンお通の恋人の回。そして2位が銭形平次の見逃し33回読書閉ざされた庭塗装の杯の回。そして DD 朗読園の第1位が銭形平次見逃しの53回槍の俺結納の行方夕立の女という野行タイトルの回ですね。以上ベスト10、ほぼ銭形平次見逃しで、若干池田大輔の見逃しが少し残っているといったところです。まあ、単独では長編の美少年国、これ一番最近の長編ものですね、が入っております。そして11位から先です。やはり銭形平次見逃し強しで49、45、52、44、47、37、38、35、50、41、28、ここで池田大輔の見逃し第26回9巻の1が入り、再び銭形平次の見逃しの32、46、29、34、
54、43、23、30、36、そしてここで、長編銭形平次の恋に勝つもの全文一括が入っております。そして再び見逃しの銭形平次39、22、40、31、42、24、そしてここに、単発で銭形平次菊虫の縁鳥虫の縁全文一括が入り、それから美少年国の1が入り、再び見逃し銭形平次の16、27、恋に勝つものの26から30という第6週目が入り、池田大輔の見逃しの最終回31回が入り、再び銭形平次見逃しの20、美少年国の4という単発、恋に勝つものの21から25の連続編集、池田大輔の見逃し14、5巻の1が入り、そして50位に銭形平次の水車の音という、これ新しいシリーズスタートしたばかりの長編小説の第1回が、50位に入っております。以上が50位まで、当然のことながら全て野村鼓童作品で、ほぼ銭形平次の見逃しプラス池田大輔の見逃しと、あとは銭形平次の長編短編がいくつかといったところが50位までになります。以上50位と10位までのお知らせでした。そしてチャンネルの方としましては、今申し上げた50位にちょうど入っておりました水車の音という、これはなんとなくひなびたイメージがありますが、文字通り箱根あたりの旅先での出来事を主にしたちょっと珍しい江戸からそれたストーリー展開の、これもまた長編になります。かなり長いです。そしてチャンネルとしましては、この他には水滸伝物語が、だいぶこれ途切れていたんですが再びスタートしております。大正時代に、原作をもとにして分かりやすく簡潔に、書き直された編集もの、非常に短くよくまとまっていて、ほぼなんかあらすじを読んでいるような気もしなくはないんですけれども、非常に分かりやすいということで水滸伝物語、吉川英治の新水滸伝の方も、チャンネルは違います、イグサチャンネルの方では吉川英治の新水滸伝をやっておりますけれども、こちら DD 朗読園の方では大正時代の水滸伝物語の方を進めております。それから山本周五郎徳森シリーズでですね、50音順、タイトル作品集ということで、今現在家業まで来てまだ15シリーズ目ということですので、まだまだこの後続いていくシリーズです。日本不動記の特集であったり、時々レアものシリーズなども挟んでおりますけれども、50音順タイトル作品徳森シリーズ山本周五郎編、この後も続いていきます。それから、長編講談陽明社通り口述による木下藤吉郎のシリーズ、これいよいよ35回を超えまして、あと10回ほど残っているところまで来ております。いろいろ、太閤記もの秀吉ものたくさんある中で、この陽明社さんの、非常に分かりやすくてエキサイティングでいい本ですね。読んでいてとても気持ちのいい作品です。木下藤吉郎長編講談ですね。そしてここでコメントのご紹介、まずは作品が野村鼓童の銭形平次見逃しの、これは57回、遺書の罪、籠の行方、更新横丁の回ですね。コメントです。人情の言葉を考えさされる時代がいい、現代にない解決策というコメントをいただいております。ありがとうございます。どの作品と言わず全体を通じて、この銭形平次、江戸という時代、そして今とはいろいろと違った
文化、考え方などをですね、非常に克明に描いていて、分かりやすく、そしてとてもいい表現がされているということで、いろいろなことを考えさせられたり気づかされたりする作品群です。コメントありがとうございます。それから次のコメントは、同じく銭形平次見逃しの同じ57回ですね、同じ回で、会話がお芝居見てるようですという非常に嬉しいコメントをいただいております。ありがとうございます。それからチャンネル変わって、これはイグサチャンネルにいただいたコメント、作品は山本周五郎の愚鈍物語にいただいたコメントで、三之丞は良き釣り友達がいて羨ましい、実直は頼もしいですというコメントをいただきました。ありがとうございます。この愚鈍物語も非常にいい作品ですし、この周五郎作品の中には時々その釣りのシーンとかがよく出てきて、非常にこののどかな雰囲気と、その中での会話とかそういったところが非常に楽しみな場面でもあります。そして実直という、人間性に関する描写も非常によく、愚鈍物語、私も非常に好きな作品です。コメントありがとうございます。それから次が、伊佐尾十蘭の平賀源内捕物帳牡丹亭観音記にいただいたコメント、平賀源内はオランダ医学に通じてたのか、少しはかじってたのかというコメントをいただいています。これは、平賀源内、長崎に、1年間ですけれども留学して、その時にオランダ医学も学んでいるようです。非常に面白い人物で、いろいろな才能があり、そしてまたここでは伊佐尾十蘭独特の筆によって、名探偵として登場しているようです。コメントどうもありがとうございます。それからこちらは池田大輔捕物全集にいただいたコメントで、お通の恋人の回ですね、何人で読んでますか、女性か男性かな、速度があってハスキーな声聞きやすいです。寝る前とかだと犯人がわからない、寝てたからまた聞いたりしていますというコメントをいただきました。どうもありがとうございます。読んでるのは、これ企業秘密ですが一人です。とてもありがたいコメントです。どうもありがとうございます。ということで、以上 AD 朗読を中心としたコメントで、ご紹介いたしました。そしてチャンネル変わりまして、イグサチャンネルの方では銭形平次のこれもまた長編シリーズ幽霊大名、現在、9回目まで来ておりますが、まだまだこれ先が非常に長い長編作品です。そしてイグサチャンネルの方では、八犬伝物語ですね、これだいぶ間が空いておりますけれども、再び再開いたしました。11回目からのスタートで八犬伝物語、この後も続いていきます。それから現在イグサチャンネルの方では長編のまとめというのを出しておりまして、サブがこれは13時間、それから彦左衛門外記、どちらも山本周五郎作品ですが、彦左衛門外記が8時間超え、そして、昔も今もが4時間半ということで、非常に長い長編ものをこのところ全文一挙ということでまとめて出しております。そしてそれと並行して短編ものも山本周五郎を50音順タイトル作品集ということで、もう31回現在ハ行、なぜかハ行、季節のない町の中からハ行で始まるタイトルが非常に多いので、その特集のような形になっておりますが、この後もハ以降を続いていきます。そして先ほども申しました吉川英治の新水湖伝のシリーズ、これも非常に長いシリーズになります。夏目漱石の三四郎のこれシリーズなんですけれども、今ちょっと4章で止まっていて、今ちょっと作業待ちということで、この後また、最終回に向けての5章以降、この後少し、
間を置いて続いていく予定です。それからイサナチャンネルでは山本周五郎の風雲海南記のシリーズ、これは非常にまだまだ長く続くシリーズです。そして一回完成してますが、天地盛大の改めましてのまとめ集と曇り編を徐々に出しております。それから長編講談、講談太閤記のシリーズ、これも非常に長い作品なんですが、9時間半を超える長いものを一つにまとめたのを最近アップしました。講談太閤記ですね。以上、イサナチャンネルの現況です。それからイグ3、イグ3朗読者、西荻新生朗読新刊、イオギチャンネルなどなどのチャンネルでも山本周五郎の50音順タイトル作品集であったり、長編のまとめであったりをそれぞれ出しております。周五郎以外の作品もそれぞれに、チャンネルで出しておりますので、この後も引き続きご視聴いただければと思います。といったところで、今回は以上。この続きはまた来週の水曜日になります。ちょっと一つだけ、頭に申し伝え忘れたことがありましたので最後になりますが、最近あまりにも評判がいいらしいというので、ゴジラを見てきました。映画ですね、ゴジラマイナス1の方ですね。本当はマーベルズを見たかったんですが、逆にこちらの方はあまりにも酷評が多くちょっとひるんでしまいましたので、まあゴジラはあんまり興味なかったんですが、前回のシン・ゴジラも見ましたし、シン・ゴジラよりもいいという評判もあるので、ゴジラマイナス1を見に行きましたが、確かによくできて面白く、キャストも出演者も非常に頑張っているんですけれども、私が感じた独特な感想を言いますと、このヒロインがですね、戦火の中で自分の子供でない子供を助ける、そしてそれを隣の、おばさんが助けるというのがですね、これ柳橋だなっていうふうに思って、思わず笑ってしまいました。そして特攻崩れが戦争の傷跡を抱えながら働いていく展開も、山本周五郎作品のウグイスとかですね、いくつかの戦後作品の中に非常に似た雰囲気があってですね、かなり山本周五郎を意識してるのかなと思うのは私だけの妄想でしょうか、これ誰も言っていないんですけれども、ただどうしても戦後のあの状態、あの頃っていうのはですね、そうなるもんなんで、別にパクったとかではない、そういうことを言うつもりはないんですけれども、逆に言うと、今この令和に生きる私たちにとってですね、もう戦争とかそういうのは全く体験がなくてですね、要するに資料を、よく調べたと思うんですけれども、資料とかそういうのに頼らざるを得ないんですね。例えばコロナはそれほどコロナという脅威はですね、身近に私は感じていなくて、逆にそのコロナ禍の規制とかっていうのは不自由を感じたりしたことはあるんですけれども、それから原発問題とかですね、大地震に関しても直接私たち自身が体験したわけではなくて、ニュースで知っているという、私に関してはそういう認識なんですね。もちろん当事者の方は違うと思うんですけど、いると思うんですけれども、ということで、この昔の山本周五郎や吉川英治が実際に戦争を体験した空襲とか、あるいは現地で戦争を見たとか、身近に戦争被害者がいたとか、そういう実体験が今非常にありがたいことですけれども、令和のこの平和な時代にはほとんどないので、もう今後これからのこういう作品はみんなどっかそういう資料を検索して、そこから学んで、そこから生み出すという方法しかなくなっていくんじゃないかな、そういうことが多くなっていくのかなと思ったりもしました。実体験で世界一周して
発展途上国を見てきて、それをまあ本にするというような形もあるかと思うんですけれども、なかなかそれもできなくて、脚本家とか作家とかいう人たちはなんとなくその、まあ、第二次創作的なリアリティの中で作っていくような時代になってきているのかなと思うと、まあありがたいような残念なような気もします。そういう意味ではやはり、まあ、いろいろ苦労された昭和の作家たちの作品大事にしていきたいと思いますというようなまとめで今回は終わりたいと思います。それではまた来週水曜日に、この後寒い日雨が降ったりも続くと思いますので、お体にお気をつけてお健やかにお過ごしください。それではまた、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。